はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は最近話題に良くなる3 2ビットフロート、3 2ビット不動小数点数。このことについて少し話してみたいと思います。なぜ最近注目になったかというと、音響メーカーのタスカムなどから3 2ビットフロートで録音できるレコーダーが発売されたりしてきました。そもそも 32bit float とはどんなものでしょう。よく音のファイル形式に 44.1kHz、48kHz などというサンプリングレートというのとビット振動で 16bit、2 4ビット、そしてここで 32bit float という言葉も出てきます。16bit、2 4ビットというのは分かりやすく言えば解像度ということで いわゆる音の綺麗さと考えていいと思います。でも32ビットフロートというのはじゃあ24ビットよりも綺麗なのか。まあきいという意味では間違ってはいないとは思うんですけれどもこの32ビットフロートとつくこのフロートというのは単純に綺麗さというよりもどちらかというと劣化しないというような意味合いで取る方が大事です。 3 2ビットフロートでやるとどうなるのか、今日は実験をやってみたいと思います。皆さんのもうお持ちの DAW は、ほとんどの DAW が3 2ビットフロートに対応しています。3 2ビットフロートになると、突然大きな音がレコーディングの時に入ってきたりしても、いわゆる音割れというのがしなくなります。 それをここで実験的にお話をしたいと思います。各 DAW でソングの設定などでその解動度を指定できるところがあります。このように16ビット、24ビット、そして Studio の場合は32ビットフロートと64ビットフロートもあります。今32ビットフロートを選択しておきましょう。このようにしておくと 今画面に大きく、まずまず適正なサウンドが表示されています。これをあえて音が割れるほどに大きくします。これでバウンズをしてみます。はい。通常このようになると音が割れます。波形の先がこのように潰れます。今マウスで指定しているところなどがよくわかりますよね。 こういう風になるということです。これが32ビットフロートで処理されると、このようにして、ちょっと一旦小さめにします。もしくはフェーダーなどでこのように音を下げるわけですね。そうしまして、もう一度再度バウンズをします。すると、通常32ビットフロートでない場合は、 もう再現することができないんですが、このように、また綺麗に波形が戻りました。ちゃんと先が尖った状態で保持されています。このように DAW の内部処理というのは、もう3 2ビットフロートでできている DAW がほとんどですので、 皆さんは難しいことを知らずままにこのようにして32ビットフロートで扱えることができていたわけですけれども、ソングの設定などでこのように指定されていない場合、録音などをした時に影響が出てきます。今、インのマイクがこのように振っています。オーディオインターフェースの方でも音が割れています。これをちょっと戻したいと思います。あ、あ、あ、あ。 これで音が割れていません。これを DAW のインのゲインで音が割れるほどに大きくしてみます。あ、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 あ。はい。このようにすぐにクリッピングしてしまいます。この状態でマイクの録音をしたいと思います。はい。このように録音モードになっています。そして入力は この僕のマイクのつないである R チャンネルからの入力になっています。では、録音をしてみたいと思います。あ、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 音割れ、音割れ、音割れ、割れはい。完全にクリッピングしたような波形になっています。でも、これをこのように小さくしまして、 ここで再度バウンズをしてみます。はい、見てください。あれだけ割れていましたが、このようにすごく綺麗な波形に戻りました。これで音割れがそう簡単にはしないということはよくわかっていただいたと思うんですけれども、今度はオーディオインターフェイスで音割れを作ってみます。 いわゆるピークランプがつく状態です。あ、あ、あ。今ピークランプがついていますが、それを今度は DAW の方で音割れないところまで調整します。あ、あ、あ。はい。ちょうどいいですね。こうやって調整をして、いかにも入力原因がちょうどいいようなものを作りたいと思います。 レコーディングします。あ、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 あ。音割れ、音割れ、音割れ。はい。このように見た目はちょうどいいようなんですが、これをよく見ると、このように波形の先が潰れていまして、いわゆるクリッピングした状態になっています。 音は小さいのに音は割れている。そういう状態です。ですから気をつけないといけないのは、オーディオインターフェースでは絶対に音を割れるようにやってしまってはダメということです。オーディオインターフェースは16ビットや24ビットを扱えますが、先ほど紹介しましたタスカムのレコーダーのようなものでない限りは、 3 2ビットフロートには対応していませんので、音が割れるということになるわけです。よって、DAW でミキシングしていくときに、各トラックの音が仮に割れていたとします。オーバーゲインもしくはフェーダーで大きくこのようにボリュームアップをしていたら、ここは音が割れるはずですよね。でも、 各チャンネルで音が割れていたと仮にしてもメインの出力で割れていなかったら最終ミックスダウンした音は音が割れないということになります。ですから音の調整というのは今や各チャンネルの音量でクリッピングしてはダメという昔からの常識は今は必ずそうでもないということになります。かといってゲインステージングなどが 重要ではないという意味とはまた違います。ゲインステージングは単にクリッピングなどを監視するだけではなくってアナログをエミュレートしたエフェクターなどでは適正なゲインで音を入力することによってエフェクターの最大のパワーを引き出すことができるという風になっているからです。今僕が フェイスブックでグループを作っているバンドインナボックス時短というようなグループがあります。バンドインナボックスから DAW に持ってきてそれを最終仕上げしている方はたくさんいると思います。その時にもオーディオ保存で32ビットフロートを選択しておくと安心して他の DAW に持っていくことができます。それはこの オーディオ保存というのを選択しまして、ソングをオーディオファイルとして保存を選びます。このビット深度のところに32ビット IEEE、e、というのがあります。IEEE、e、と32ビットフロートは何が違うかそれは何も違いません。規格上同じものですので、ここで16ビット、24ビット、 そして 32bit IEEE、e、がありますのでこれを選んで保存をすることによって他の DAW で開いた時に音の劣化を最小限にすることができるというわけです知らず知らずに使っていた DAW の 32bit フロート機能ですけれども今一度おさらいをして使いどころを間違わないように 32bit フロートの いいところを活用しましょう。村長でした。